俺が知りたいのは、うん、これをどうやって使うかなんだとはね書いてなかったんですよね。あ、その先がなかった。例えばあの16タイプとかだと、はい、うん、それに名前がつくんですね。 ESFP はスーパースターですとか、うんうんうん、ESFJ は領事館ですとか、うんうんうん、まあ、確かにね、あなたは領事館ですって言われても、うん、じゃあ僕領事館になりますって鳴らしてくれないじゃないですか、うんうん、はいはい、っていう面はあるんですけど、うん、ある程度なんかそのエニアグラムもそうですよね、うん、あなたはこういう行動するといいよ、うんうん、みたいなこの道はなんとなく書かれるんですけど、うん、なんか特性ですからね。そうなんですよあなたはこういう人です、特性こういう特性ですっていう話じゃないですか。以上なんですよ、はい、なのでちょっとその辺物足りなさ感じません、まあ、これかその本が全てではないですよね。ビッグファイブの理論がその本2冊に全てが詰まってるわけで、はい、あ、もちろんもちろん、はい、そうでしょうねっていう意味です、はい、でただ、うん、Amazon を見ると3冊ぐらいかな、うん、論文じゃないですか本日。あー、そうかもしれない心理学の話だったらすっごいそうかもしれない、はいはい、で診断しましょうか、はい、ではビッグファイブ検査です と、自分のパーソナリティを確認したい人のために2007年に心理学者のベアトリス・ラムステッドとオリバー・ジョンさんという方が作った BFI10 というビッグファイブ判定基準を紹介しますと。これはたった10項目の質問に答えるだけですごい簡単なんですけど、より詳しい性格判定の基準との一致率が 84% と高いので、はい、十分実用に耐えられるのではというところで、うん、この立花隆さんの本で紹介されてました、はいはい、で試験のやり方としては、うん、10問テストがありますので、はい、強く反対する場合は1、うん、少し反対する場合は2、うんうん、反対でも賛成でもない場合は3、うん、はい、少し賛成するは4、うんうん、強く賛成するが5の点数をそれぞれつけてください、はいはい、では1問目、はい、能動的な想像力を持ち合わせている1点が強く反対する、うん、対5点が強く賛成するです。賛成する。で3点が賛成でも反対でもないです、うん、真ん中、はい、今ご覧になっていただけている方は、このテストの左側に1点から5点までの説明がしてあります、はいはい、では2問目、芸術への関心はほとんど持ち合わせていない、1点が強く反対する。今何問目？今2問目です。2問目、はい、5点が強く賛成するです、うん、1、2、3、4でセットで点数をつけといてください、はいはい、では3問目、丁寧な仕事をする、うん、4問目、怠けがちだ、はい、よろしいでしょうか。では、5問目、一般的に信頼できる。いや、まあ、あなたは信頼できますか？あ、自分のことが。はい。はい、自分のことが、うん、信頼できますか？うん、まあ、これは一般的に信頼できるっていう言葉になってます。はいはいはい。ので、それを、うん、まあ、解釈してください。はい。はい、で、6問目、他人の欠点を探しがちだ。よろしいでしょうか。では7問目、ゆったりしていてストレスにうまく対処できる、はい、8問目、すぐにくよくよする。よろしいでしょうか、はい、で9問目、外に出かけるのが好きで社交的だ。では10問目よろしいでしょうか、遠慮がちだ。で、これはまあ見ていただいている方にはもう横に書いてあるんですけど、はい、この1、2が経験への開放性のセット、3、4が堅実性のセット、5、6が
協調性のセット、うん、7、8が情動の安定性のセット、うんうん、で9、10が外交性のセットです、はい、でここからどのように出すかというと、はい、それぞれペアごとに奇数番号の点数から偶数の番号を引き算してください、はい、要はもう一回言いますね。それぞれのペアごとに奇数の番号のスコアから偶数の番号のスコアを引き算してください、はい、そうするとスコアはプラス4からマイナス4まで、はい、とても低いからとても高いまで、はい、なので例えば、経験への開放性がプラス4なら、はい、経験への開放性が高い、マイナス4なら経験への開放性が低い、はい、という、うん、調べ方になります、はい、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっと僕はできなかったんですけど、はい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 、ここに当てはめると、うん、要は自分がどっちに寄ってるか、うん、要は、積極的なのか、うん、控えめなのか、うん、とか親和的なのか、はい、独立的なのか、うん、っていうのが点数で出てきますね、はい、と、っていうのがあなたのスコアです、はい、っていう話で、はい、これがビッグファイブですね。これがビッグファイブですよ。そうなんですよ、はい、それがあなたですと言われて、うん、でこちらの方を見ると、はい、じゃあそれが分かった時に、うん、僕が知りたいのはどうすればいいかなんです。どうすればいいかは考える、でそう考えるになってるんですよ要は自分が合う場所を作りましょう、うん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 、要はもうあなたのキャラクターが分かりましたよね、うんうん、要は外交的なあなたが、うんうん、その一日中そのいろんな店から出る、はい、あのその日の売り上げをカーってやる会計の仕事は向きませんよっていう、うんうん、体調に向けた話とか、はいはい、要はそういう適材適所が分かることで、うん、その自分が輝ける場所を作っていこう、はい、と書かれていて、うん、それを俺が知りたいのはそこからなのにってマニュアルが欲しいのにって、そこから考えましょうですよね。マニュアルなんか作れないって話じゃないですか。そう、僕が作るとだから領事館とか言われるんですよ。そうそう、領事館領事館なれねえよってなるんですけど、はい、はい、っていう本でしたね、はい、うん、